チャオ、モートプロサッカー選手の宮崎です。さあ皆さん、お久しぶりです。今日はこのピッチでお届けしています。ね、久々ですよ。まあ、僕のね、足もね、もうリハビリのおかげで結構機能的にもね、良くなったんですよ。まあ本当に久々にこうやってピッチ戻れて、みんなにね、またね、スキル動画っていうのを、また発信していこうかなと思ってるので、皆さん、まあ、トークが多かったけど、まあ、トークでも自分ではね、結構みんなにはためになることを言ってたと思うんだけど、まあ、またね、こうやってトークも入れつつ、こうやってピッチレベルでも、まあ、僕の、ね、今できる限りのことっていうのを、皆さんにはね、今回ね、今後ね、伝えていきたいと思うので、よろしくお願いします。ということで、今日はピッチ復帰第1弾ということで、まあ、この企画やっていきましょう。リフティングです。じゃあ今日リフティングできない子もいると思うんですけど、まあ、1ヶ月で100回目出そうよっていう感じの企画をやっていきたいと思います。で、実際僕リフティングもね、こうやって指導するとき教える一つもあるんだけど、まあ、実際もうプロサカ式リフティングの教え方っていうのもみんなにはね、今日教えたいと思います。まあ、他の YouTuber さんでもね、リフティングのね、動画ってやってると思うんだけど、まあ僕のオリジナルのね、この教え方っていうのもあるので、皆さんこれ本当にリフティングできるためには本当すっごい大事なことだと思うんで、今日はね、最後まで必ず見てください。まずね、これ1ヶ月でやるために、条件があるんですよ、ね、これ1ヶ月でやるための100回やるための条件2つ言いましょう。2つ、まず1日5分必ず練習してください。リフティング1日5分でいいんですよ。たった5分、いい？その5分をしっかりやることプラス、はい、動画を撮りましょう。自分のリフティングしてる動画を、ね、これって何でいいかっていうと、まあこれリフティングに限らず自分の姿勢だったりどこに当たってるかっていうのを、まあ、直に教えてくれる。なので動画撮りながら1日5分、これ2つ絶対やってください。そうすれば必ず100回目指すことできると思います。なのでまずこの2つは絶対やりましょう。じゃあ次に、じゃあリフティングのポイントっていきましょうか。リフティングでなんか難しいってことってやっぱりボールを浮かせないとダメなんですよね。なのでやっぱりボールのどこ蹴るのって言ったらやっぱ真下なんですよ、ね、じゃあこの真下を蹴るためにじゃあ何が必要かなっていうと足首、これがねすごい大事なんですよ。ボールを真下で蹴ると足首が今みたいにつま先がこうやって向いてる状態です。もう本当に回転かかって自分の方にこうやって戻ってきて次のリフティングしづらいんですよ。なのでこの足首を固めるのも逆に固めすぎないとボールに力入んないんで上に上がんないんです。なのでボールこのリフティングっていうのはやっぱり足首の力の入れ方、まあ、パーセンテージでいうと、まあ、50% ぐらいちょっと足首も固めてあげましょう。ここを意識してください。足首を 50% ぐらい固める、固めてボールの下の方をしっかり蹴ってあげましょう。じゃあこのプロサカ式、このまずボールの中心をどうやって入りやすくするのっていうので練習方法これあるんですよ。ごめんなさい、今日用意してないんだけど、これ、なんでボールの下に入りやすくするのっていうのを言うと、風船使いましょう。風船だと例えばボールだとこうやってこの重力が関係上落ちてくるのもやっぱ早いんですよ。けど風船だとこうやってやると結構落ちてくるまで時間かかるでしょ。その間にやっぱり自分がこうやってボールの下に入るためのポイントに入るっていうのがすごい大事で、風船でこうやって上に上げて下に入る練習をしてみましょう、ね、そうするとその感覚ってすっごい大事なんだよね。ここにあるんだけど真下に入れてないといつまでたってもこうやってボール上げることできません。なのでまずはボールの真下に入るように体を動かすっていうために風船を使って練習すること、ちょっと試しにやってください。僕もこれちっちゃい時からよーくやってた練習法、風船でやっぱ蹴る、これが、プロサカ式、リフティングの処方のまずは練習法です。あと一つのポイントがあります。これすごい大事、先に言っちゃいます。リフティングできてない人これすっごいできてないんですよ。僕左利きだから左でボール扱ってんだけど右足が全く動いてない人、これよくねピッチ上で僕説明してるんだけど、軸足を動かすとかステップができない選手っていうのはサッカーが上手くない、上手じゃないってよく言うんだけど、リフティングも一緒です。リフティングも出したら今僕細かいステップしてるの分かるかな、右足でこの右足が動くことによって次左足が動きやすくなる。足をこうやって固定されたままなんかこうやって動かすのってすっごい難しいと思うんだけど、さっきも言ったようにボールの中心に合わすためには自分が常に動ける状況じゃないと合わない。なのでやっぱり何が大事って、やっぱこうやって足踏みステップできることっていうのが
リフティングを上手くなるためのすごい一つのポイントだと思います。ボールさえながら今みたいに足キーこうやってステップをできるように触ってない方の足を動かせるようにするのもリフティングが超大事なことなんで、これも頭に入れてみましょう。ステップとリフティング全然関係なくない、いやいや関係あるんですよねっていうのをみんなには分かってほしいです。次の練習法は今みたいに蹴ってステップしながらボールこうやって触るキャッチ。なんかいい例はもう普通に真上に上げるやつ、そうそうそう、それちょっと何回かやってステップしながらステップしながらで次悪い例いこうか。悪い例はつま先、そうそうそう、あいいねいいね、それいいね。今の足元を見てもらうと分かるんだけど、このステップしながらでも今ねこうやってボールに回転してこうやってバックスピンかかるのはまだ自分の足首にちょっと力が入りすぎな子だと思うんで、最初言ったようにやっぱ自分の動画見ると多分ちょっとの違いっていうのは分かると思うから、じゃあそういうことも見てちょっとあ力入りすぎてるなって言うとこうやって足首の形をフラットにしてあげる、少しだけね。で力を入れるとやっぱり今みたいに少しボールで、すみません言い忘れたんだけど、足の甲をしっかりここでボールを捉えるとやっぱりボールってよく上がるし、この足首力スクリフティの力上げててもボールってやっぱ意外と重いんだよね。意外と簡単に力を入れるだけで上に上がるんで、やっぱり当てるとこはインステップ、インステップの甲、足の甲かなっていうのも意識してください。このステップリフティングができたら、これまあ10回ぐらいできたら完璧にステップしながらやっぱここできたら、次は何をすればいいかというと、まあ、ワンバウンドリフティングだな。ワンバウンドこうやってで常にこうやって真正面風船のように、僕の風船トレーニングこういう感じ、これを落とさないでやるんだけど、まあ、こうやって真下に入るようにしっかりこっちの足が動けばやっぱりいろんなとこを動かせる、まあ、こっちも行ってもいろんなとこに行けるし、常にリフティングするときはこうやって軸足が動くようにね、こうするとやっぱほんと真下に入ることができるから、これがワンバウンドリフティングもやりましょう。キャッチリフティングやってワンバウンドリフティングやる、そして次はこういう練習やってください。ワンバウンドリフティングができたら次はワンバウンドの次に2回キャッチ、そしたら次は1、2、3、3回キャッチ、これをどんどん増やしていきましょう。1、2、3、4 OK?どんどんこれを回数増やしていってください、ね、そしたらリフティングの形になります、ね、多分気づかぬうちにあれ次55、あ次88、あ次100っていう、ね、感じになっていくと思います、今言ったポイントはやっぱりさ、あの1日5分でもいいからこれやって、ね、あとは自分の動画見るで足首がどうなっているかどうか、あとそのやるときに何が大事って今僕のね膝下見てくれても分かるんだけど、ももから上げじゃなくて膝下だけでこうやってボールを蹴る、膝下だけで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 蹴るとこうやってボールスムーズにボールは上がるし、スムーズに次動けることできるし、これは両足でも一緒なんだけど、膝下からの動きっていうのはすごい大事、これがリフティング100回できるためのポイントだと僕は思ってますので、まあ細かいんですよリフティングの技術って。さっきも言ったようにステップもできないとダメだし、インステップの甲でしっかりボールを、ミートしないとダメだし、じゃあボールのどこら辺をミートするのって言ったらやっぱ真っこの下の面の中心まっすぐのとこね、ね、一つでもつま先がこうやって面積が狭くなっちゃうと回転かかっちゃうし、まあ難しいんだけど、だけど回転かかっても自分が動ける状態だとボールの下入ることができるから、ボールを下に落とさないことができるんですね。なんでその言ったポイントっていうのを全て意識すれば1ヶ月で100回なんて絶対できるから、けど意識できないとやっぱりそのリフティングっていうのもどんどんできないし、まあ見てたらわかる、こうやってつま先こうやって力グッて入ってる子もいると思うし、まあそういうことも意識しながらやると本当に分かりやすくいいと思うので、まあみんなもね100回、まあ、チャレンジして何かの目標にねやるっていうのもすごい大事だと思うし、それがリフティングもドリブルでもパスでも何でもいいんだけど、まあ、今回はリフティングみんなも多分できればいいと思うから、これもやっぱキックの技術とかにねいろいろかかってくると思うので、まずはリフティング100回っていうのも、僕のやり方プロサッカー式のやり方でみんな100回目指してください。コメントの方にもあ分かりやすかったなとか、
あとは、リフティング100回できたよとかいうね成功体験でも書いてくれると、まあ、すごい僕は嬉しいかなと思うので、皆さんどんどんコメントの方もね、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。